第二コリントの6章ですコリントビテへの第2の手紙の6章1節から朗読いたしますコリントビテへの第2の手紙の6章の1節 私たちは神と共に働く者としてあなたに懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに、今は恵みの時、今は救いの日です。えー、皆さん、おはようございます。私は…えー 今が一番幸福ですのハッピー哲学者のハッピーです幸福に来ましょうね、えー、幸福でない一日は無駄な一日と私は考えていますどのようなものを持ちどのような成功しても幸福でなければ意味がない今日一日を幸福に切るというこれが大切だという哲学者でありますけれど アドラー先生は人は瞬間に変わることができると言いましたそして私は数日前にアドラー先生に言っていることが確かにその通りだという目撃をしてまいりました京都に行ったのでありますけれど一月前にイエス・キリストを受け入れた二人の方がいらっしゃいました今までキリスト教会に行ったことはないし今まで福音を聞いたことのない人が感動してイエス・キリストを受け入れ そしして洗礼を受けました一人の方は深い悲しみのある人でありましてしかしその悲しみの中でキリストを受け入れそれを見たもう一人の人は少しも恥ずかしくないと思うのでありますがしかし過去の自分は恥ずかしいと思ってこのようなクリスチャンの仲間に入ることはできないと思い込んでいましたが「私でも入れていただけるんですか」と言ってイエス・キリストを受け入れました。 それから一月経って数日前に私は京都に行ったのでありますがこの2人の顔の表情が全く変わった2人ともおとなしい方の人であるかなと思いますけれど2人とも目がキラキラと輝いていてそして証しをしていたんですね。 そのようにしてアドラーが言った人は瞬間に変わることができるというのは事実人は瞬間に変わることができるんだなと思いましたそして聖書を読むと誰でもキリストにあるならばその人は瞬間に変わることができる新しい想像になるんですから瞬間に変わるだけでなくして新しく生まれ変わる新しい人になる新しい想像になると いうことなのであります神様はキリストイエスを通して私たちと和解しそして私の務めを私たちに与えてくださり私の使者として私の和解の施設としてあなた方にお願いします懇願します神の和解を受け入れなさいということであります。そして神の和解を受けられた時に私たちはその瞬間に新しい創造になるんですね。 そして、六章に来ますと「神の恵みを無駄に受けないようにしなさい」と書いてあります。ですから神の恵みを無駄にするということはどういうことかというと神様は既に和解を完成し罪のない方を私たちの罪の身代わりとして 罪罪とししててて十字架ににかけてそのの代わりに私たちの罪を許し救ってくださるもう既にこの出来事は終わっているのにこの出来事を受け入れないということが神の恵みを無駄にすすることですねよくよく考えてごらんなさいねということを我々は言いますそして、えー、分かりましたよく分かってからイエス様を信じますのでよく考えますとかこんな考えがありますけど。 よく考えて神が分かるはずがないんですね。納得してからイエス様を信じて洗礼を受けます。納得するはずがないんです。私はクリスチャンになってから60年も経ってますけど、まだまだ分からない。おそらくほんの少しも分からない。人類が宇宙のことがほんの少ししか分からないように、私ですら60年間夢中になって、聖書を見、夢中になって研究しているのに、まだまだ神のことはほんの少しか分からないのに。 クリスチャンじゃない方がどうしてよく考えて神が分かってから信じるなんていうことはありえません。私たちの頭はあまりにも小さく私たちの頭はあまりにも限定されていて分かるはずがないだから神様は信じることによって受け入れることによって救いをいただくというこういう世界を開いてくださったわけですね。 ですから神の恵みというものを無駄にしないためには信じること受け入れることそれだけ関係ないあなたが2年3年教会に来てよく勉強したか今日初めて教会に来た人であるか関係ない受け入れる信じることそれによって人は変えられるんですねそれでいつそれが起こるかというとそれは今でしょう今ですということなのであります えーまあ、私の娘が高校生の時に高校1年生の時に一緒によく映画を見ましたけれど、えー、彼女が大好きなのは「デッド・ポエット・ソサエティ」「死んだ詩人のクラブ」「死んだ詩人クラブ」みたいな、えー、何回も見ましたアメリカでは大ヒットしました「デッド・ポエット・ソサエティ」なんていうのは非常に誘惑的な題ですものね。しかしか日本語で死んだ詩人の クラブななんてて言っもも誰も見に行かないですよね詩人とか詩というような言葉を入れたらもう日本人は見に行かないでしょう私だったら情熱を持って生きるとか情熱を注ぎ出すとかそんな題をつけたと思いますがさすがプロですね「今を生きる」という題にして日本でも大ヒットしました「今を生きる」それは「今を生きる」ということは「情熱的に生きる」ということで「 しかもそれは山エベレストに登ったとか川を越え山を越え海を越えといってそしてそういう冒険物語ではなくして詩を読むことというのは情熱的に生きることだと死に生きるんだと死に生きてそれを情熱を注ぎ出すことだとこういうような主題の映画ですよねその物語を話している時間はありませんけれど。 今を生生ききるるとということは情熱的に生きることだ一体今とは何だろうということで今英語で「プレゼント」と言いますけれど私たちは時間の流れというものが過去から現代に現在から未来に流れているとそう思い込んでいます。 全世界のほとんどの人99%の人はそう思い込んでいますけどそれは定かであろうかという過去から現在や現在から未来だろうかということでありますけれどしかし今や物理学者労使力学者たちはなんと現在も未来も過去も同時に存在するんだというようなことを言ってだからタイムトラベルが 可能なんだ私たちは50年後の未来に行くことができ50年後の過去に行くことができるんだというようなことをおっしゃり始めたそれはサイエンスフィクションで面白い物語で映画にすれば面白いことだと思っていたら物理学者はいや本当に過去と現在と未来は同時に存在するんだということを言い始めてタイムトラベルは可能だというんですねまあスティーブン・ホーキングという有名な物理学者は あ過去には行くことはできないけど未来には行くことができるみたいな折衷案を言ってますがしかしそのようなことを言う偉大な大学で博士号を取った方々がそういうことを言い始めているんですね。で200年前まで私たちは太陽が地球の周りを回っていると思い込んでいました。地球上ののほとんどの人は 200の何十万年かわかりませんけれど、えー、そして、えー、地球の周りを太陽が回り、惑星を回っているんだ。しかも、えー、そういう物理的な、えー、その解釈までで教えていたんですね。300数何十年か前に、えー、ねガリレオはそうじゃないよと太陽の周りを。えー 地球が惑星が回ってるんだよと言ったわけでそれが明らかになったわけですけどしかし人類というものが確かに太陽の周りを地球が回っているんだということを受け入れるのに100年もかかった。100年かかった。それ前まで200年前まで我々人類は太陽の周りを地球が回って月のい 地球の周りを太陽が回ってるんだずーっと思い込んでる見てごらん東から太陽が動いてるでしょう西西からそしてええ西から太陽東から太陽が昇りますよね新しい説をこれから作ろうから <laughs> <laughs> そういうわけで、えー、しかしそれは全く逆転したでもそれは過去の200年間で ですからもしかしたら物理学者は正しいかもしれない時間というのは未来から現代に流れている未来から過去に向かって流れているのかもしれません私は自分がよくわからないことを話していることを、えー、知っていますけどしかしもし未来から過去へと時間が流れているとするならば一体今とは何だろうかというそういう仮説ですね。 私はそうだと言ってるんじゃないもしそうだとしたならばという観点で検証してみようという聖書を検証してみたのでありますけれどどうぞ皆さん創世記の42章というところを早めに開いてくださいね創世記の42章。えー 42章の9節ヨセフという人の物語なのでありますけれど創世紀の42章の9節ヨセフはかつて彼らについた見た夢を思い出したと書いてありますねですからヨセフは20年前に見たを夢をこの時思い出した皆さんは 夢を見たでしょうかもちろん誰でも夢を見ます皆さんは夢を思い出すことができますかおそらく100も200も500も、まあ、生物学者に行くと毎晩私たちは夢を見るんだそうですしかし朝思い出して2,3日そのおしゃべりをして おそらくほとんど全てを忘れると思いますけれど20年間たったのに夢を思い出すということは非常に珍しいんですがヨセフは20年経って夢を思い出したなぜならばその夢が目の前で起こっているからですね。えー、ヨセフという人は、えー、10人のお兄ちゃんを持ち1人のベニヤミンという弟を持っていますが彼だけが父親から偏愛されために兄たちは非常に妬んで憎しんだんですね。 そして彼は生意気な男でありまして「お兄ちゃん私が夢を見た,、えー、見たんだけど聞いてちょうだい」って言って「私はスターだったんだよ」そしてねお兄ちゃんたちや弟やお父さんやお母さんたちの月や星や11の,、ね、あの星が私の周りに集まって「私のだって土下座したんだよすごいでしょう」とか「お兄ちゃんが喜んですげえなんて言うはずがないじゃないですかね」そそれで彼を憎しんだそしてチャンスが来た時に え彼をですね袋叩きにして殺してしまおうと思い彼をですね乾いた井戸の中に放り込んでしまってまあお昼を食べていてえユダがですね「おあそこにイスラエルの大将が来るけれどイシマエル大将が来るけどこいつを殺しても何の得にもならないよねえこいつを奴隷として売ってしまおうそうすれば銀20枚が手に入るから」って「まあ弟だし殺すことはないかじゃあ奴隷として売っちゃえ」ということでヨセフはエジプトに連れてこられてまたポテ パールに奴隷とししてて売られてしまうそこで10年前後の奴隷としての生活をするんですが奴隷としても彼は能力を発揮して頂点に立つんですが誤解されて濡れ衣に着せられて牢屋にぶち込まれて3年前後だと私は思いますがそこで計13年間来る、まあ一言13年というのは簡単ですけど1日あるいは1週間牢屋に入ってたらどういう地が 発狂してししてまうかもしれないですよね牢屋に閉じ込められたら。彼はそれを13年間奴隷生活やったっていうんです。これはもう兄たちのせいで兄たちが私を奴隷として売ったそれほど憎んでいた殺そうとまでしていたんですからね。そして監獄にいると料理人と剣借官という。 いうものが現れてきて彼らが夢を告げるとその夢はですね賢釈官あなたは元の地位について王様にお捧げ酒を告げるようになりますよっていう、えー、ま賢、あ、釈官ていうのはお酒の毒味をしなきゃいけないんですね王様にパロに飲ませる前にまず自分がお酒を飲む 料理人はどうなかったと気にかけて殺されてしまったというどうも、えー、パロを殺そうとして利用されたのがどうも料理,料理人が毒を持ったらしいということで彼は殺され結社化は生かされるヨセフが夢の証を説いたようになったヨセフはお願いだからパロ王様にあなたが元の地についた時にお願いして私を牢から出してください私は濡れ衣味を着せて私などは罪などないんですと言った。 迎えに来るか迎えに来るか思ったらなかなか迎えに来ないというところが2年経ちました2年経つとパロは夢を見たそしてエジプト中のですね賢い人たち賢者と呼ばれる哲学者と呼ばれる霊術師とかオマナイとかそういう人を全部読むその当時のエジプトとは世界最高の知識を持ってましたから数学幾何学天文学これものに非常に優れていたんですね。 ですから多くの知恵者が呼ばれてパロの夢を解き明かそうとしましたが誰一人解かすことができないパロは夢が気になってしょうがないし毎晩同じよう夢を見るわけで。 そしたら王様は申し訳ありません2年前に私の夢を説いた者がいますヘブジュンテロ屋に入ってますということでそいつを連れてこいそして彼が着てられた衣を脱がされてお風呂につけられて髪の毛が切られて油が塗られてきれいなおべべを着せられてそして、えー、パロの前に立つわけですけど、えー、パロが実を言うとナイル川から七頭の美しい小えた 牛が出てきて内側のほとりで草をはんでいたんだよそうすると次には7頭の痩せた醜いガリガリに痩せた牛が現れてなんと草をはんでいた7頭の肥えた牛を飲み込んでしまったんだで眠れないとこの夢は繰り返し見るし気になって気になってしょうがない。 エジプト自由の賢い者たちは私の夢を解き明かすことができなかった。王様、ま、それはですね、七頭の肥えたお城は七年間の豊作のことでございます。大豊作がエジプトを訪れるでしょう。ところが、次の七件は凶作でございまして、飢、え、饉、ー、が起こって、そして七年間の豊かな実りを全部飲み込んでしまうほどの厳しい。 えー、ヒデリが続くのでございますですから王様は初めの七巻のうちに蔵を建ててそれの小麦粉を全部そこに収めてそして食物がなかったらそこから食べるようにされたらどうでしょうかと言ったら「パロが驚いてしまってこのような神の霊を持った人を見たことがないこの知恵は神が示し神の霊から来たんだ」このように言ったんですね。それで、えー、彼はあ王様の次の次次ににパロ 偉い人になっっててしまってパラは自分の指輪を外して彼の指に収め、えー、そして、えー、彼はエジプトにおいて最も偉大なる総司令人であって、えー「彼の上に立つ者は私一人だ」とこういう宣言をする「お前の好きのようにこの国を管理しておくれ」というわけで、えー、彼がそのリーダーになるわけですけど大成功するわけですね。 工作があって2年経つとイスラエルの人たちイスラエルというのはお父さんの名前がイスラエルヤコブという人はイスラエルと呼ばれるようになりましたイスラエルとその子供たち家族が飢えて食べ物がないどうしたらいいんだろうかエジプトに買いに行けというわけで10人の兄たちがエジプトに来るわけですそして穀物を買うためにヨセフの前にひざまずいた時にヨセフはかつて彼らについて見た夢を 思い出したということは何かこの事件がもうすでに起こっていてこの事件が起こっていたために神様はヨセフにお前の未来にはこのようなことが起こりようと示したということはもうこの事件はすでに起こっていたのかもしれない仮説に言うならかもしれないもうすでに起こった出来事が過去に こう流れていってっそしてお前の未来においてこの経験をするよ、えー、兄たちがあなたの前にひざまずくという夢をこの時思い出してああ20年前に見た夢の通りだったとこうなるわけですね。でここでいろいろな質問がありますけど神様は全能の神だったらどうして7年間 豊作の後に次の七年間も豊作にしなかったんだなぜ危険を起こしたんだろう,もう神が危険を起こしたんじゃないかもしれないもうすでにその出来事は起こっていたのかもしれない そういうことを考えるときに神様はヨセフが殺されそうになったり袋だらけになって血だらけに殴られることをとどめることはできなかったの神が、えー、彼がですねエジプトで売られるということが、えー、止めることができなかったの罪がないのにぬねぎぬを着せられたんだけど神はそのことをどうして止めなかったのかもしかしたら止めることができなかったかもしれないもしかしたらそれは現実にすでに起こったことなのかもしれない。 未来としてそれは存在したのかもしれないそういう仮説を考えながら聖書を吟味するとそれはありかもしれないということですよね。はいそれから彼はですねヨセフは自分の兄たちが来てることが分かりましたから彼に言うことは。 <タッ>ううお前たちはどこのものだお前たちはスパイだろういえめっそもございません私は私たちはイスラエルという父をもって、えー、12の男の子たちが1人は死んでしまったので今は11人で、えー、下の子はヨセフと同じ母親から生まれた下の子ので父が可愛がって父の命はベニヤミンと、えー、こうつながっているので、えー、ベニヤミンもあ 何か起こってはまずいんで彼を置いてきましたお前たち嘘ついていやメっそうもごなんかついてませんならばこの次来る時は必ず必ずベニヤミンを連れてこいそれなけれゃ穀物を売らないよということですね、えー、そしてシメオンっていう一人の兄弟を、えー、縛るっていう、まあ、デモンストレーションしてお前たちは帰っていいよと穀物を全部あげるよ そして「何の支払いもしないで帰んなさい」変って「んなことが起こったな」って言いながら帰るそして、えー、穀物を食べるわけですしばらくするとまた植え始めて、えー、父親が「お前たちまたエジプトに買いに行っておくれ」っていう「分かりました行ってきますけどンを連れてきます」「いやベニ闇を連れていきます」「いやを連れていけない」っていうそんなことを言ったってベニンを連れてきながら、えー、穀物は売ってくれないんですよお父さんそれならいかなくていい」とかこうなったわけ。 しかししばらくつけば背に腹は帰られないというか全く食べ物がなくなってしまって行っておくれと「ニンを連れてきますよといや連れていかないでほしいんだけど」えー「ユダがこの子の命を私が預かりますこの子の何かあるようなことがあったら私は命がけでこの子を守ります」「お父さん大丈夫です行かせてください」いうそれで再びヨセフの前に行くわけですよね。 そしてヨセフはなんと大変親切で食事の縁を設けて彼らを自分の家に招いてご馳走を食べさせる、ね。そしてえよかったねとお前たちに穀物を満たすから帰りなさいと。えー彼が おっっかなかったななたでも不思議だなあんなに親切にしてくれてそして麦もくれて喜んで帰ってちょっと気持ち悪いからさっさと帰ろうと思ったらお手がポカポカと馬に乗って帰ってお前たち王様のものを盗んだろう王様の銀のカップが盗まれてるぞというって滅スをございません私たちそんなことをしませんじゃあお前たちの袋を調べると言ったらなんとその銀のカップがベニアミンの袋の中から出てきちゃった。それヨセフがそういうい 仕掛けをしたわけです、ね、でお前たちはまたヨセフのところに帰らなきゃいけないということでまあゾロ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 俺,俺がヨセフに手をかけちゃいけない殴っちゃいけない殺しちゃいけないってあんなに言ったのにお前たちがヨセフをですから20年前のヨセフを殺そうとしたヨセフを撃ってしまった物語を話しながら。 俺たちがあんなことをしたからこんな目に遭うんだよなと言って彼らの深い罪意識がまた残ってくるわけですね。それで帰るわけですけれど。さあ、ベニヤミンが盗んだからベニヤミンを置いてきなさい。いえいえ、私たち全員とどまります。だめだと。親父は帰れ。ベニヤミンの袋の中から見つかったベニヤミンだけが残ればいいとこう言うわけです。 で最後になって、えー、このユダがこういう記事ですねどうぞえ開いてください44章です創世記の44章の18節するとユダが彼にヨセフですね王様と言いましょうか総理大臣に近づいていもうヨセフのことが怖くて怖くてしょうがないわけですよお兄さんたちは 何をやられてるのか見当つかない。ヨセフも許せないっていうか、自分を13年間の苦しみに落とし込んだところの10人の兄たちをそんな簡単に許せるはずがないというか、こういう許せないところでこういろいろな物語が起こっちゃうわけですよね。わざわざベニヤミンの袋にカップを仕掛けたりして、えー、えしかし、 みんな兄弟たちが後ずさりしているその中でユダという男ユダという男がこの男を売っちゃえと、えー、弟を売っちゃえと言ったのがユダですね四男坊ユダが彼に近づいていったというもうこの場面を思い起こすとこの迫力ユダという男の迫力を感じますねみんな後ずさりするところ一人がこのおっかない え煮て食おうと焼いて食おうと俺のままだというこの総理大臣の前に近づいたどうか私を追い返にならないようにと言って、えー、この弟だけはどうしても父に返さなきゃいけないと、えー、弟がいなくなったら私たちの父は死んでしまうんですというこういうことですね、えー、30節を見てみましょう44の30節 私が今あなたのしもべである私の父のもとに帰った時あの子が私たちと一緒にいなかったら父と命は彼の命にかかっているんですからあの子がいないのを見たら父は死んでしまうでしょうそしてしもべどもがあなたのしもべである、えー、白髪頭の私たちの父を悲しみながら読みに下させることになりますというのは、えー、この私は私の父にもし私があなたの子をわ あなたのところに連れ戻さなかったら私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言ってあの子を保証したんです。ですからどうか今この私をあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめあの子を兄弟として帰らせてください。ヨセフにとって大切な父親と弟ですね。あとは腹違いの兄たちでした。弟自分だけは同じ母親でした。 ですから父とベニヤミンが一番大切な存在であってかつてアイスを売っちゃえと銀20枚で売っちゃえと言った自分のお兄さんであるユダが今や自分が最も大切である父親とベニヤミンを命がけで擁護して私が奴隷になっても構いません私をあなたのベニヤミンの代わりに奴隷にしてください、え。ー 45章の一節、ヨセフは自分を制することができなくなった、感情が溢れてきて、エジプト人をみんな出てきなさいと言ったわけですね。そしてしかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプトの人はそれを聞き、パロの家のもの、パロの宮殿までヨセフの泣き声が響くほど号泣したって言うんです。それほど激しい泣,泣き声を上げて泣いた。 えー、ここまでには26年間溜まってる。26年後ですね。自分が売られてから26年間のあのですね。まあ、恨みや人肉きしむあり、疑問もあり、それがもういっぱいになって溢れてしまって大声を分けて泣いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフで。 これはもううびっくりししたでしょうね今まで総理大臣と思ったあの敬意のある座についていたヨセフエジプトンらしい化粧をし冠をかぶりその衣を着そのヨセフが「私はヨセフです」もう心臓麻痺によくならなかったぐらいですね。 父上はお元気ですか兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼が近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに言った弟、ヨセフです。 今私をここに打ったことを心痛めたり怒ったりしてはなりません神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのですこの2年の間国中に危険があったがまだあと5年は高くも借り入れることもできないでしょうそれで神は私をあなた方より先にお使わしになりましたそれはあなた方のために残りのものをこのうちに残しまた大いなる救いによってあなた方を生きながらえさせるためだったのですだから今私をここに使わしたのはあなた方ではなく実に神な ですこれでヨセフははっきり分かるわけです。はっきり分かる。それは未来から今が流れてきたということがはっきり分かった。神がしたんだ お兄ちゃんたち,じゃ,ないよお兄ちゃんたちが自分のやったことで怒ったり悲しんでしなくたっていいんだよお兄ちゃんじゃなくて神がこれをやったんだ私たち全員を救うために神がこれを仕掛けたんだよと今私をここに遣わしたのはあなた方ではなく実は神なんだというこれがはっきり分かったんですねなぜ分かったかというと 彼が見た夢ですね。神はもうすでに夢によってヨセフが輝けるスターになり、えー、そしてやがて、えー、兄弟や父や母がですね自分の周りに集まってくるということを彼ははっきり理解できたつまり未来がこのプレゼント今というところで未来と過去がつながったわこれが今ですね分かった今だ えーえー、そして、えー、彼はですね兄弟たちを愛で口づけをして、えー、そして、えー、最良のものを彼に与えてさあ帰ってお父さんを連れてきておくれ全家族でいらっしゃい、えー、妻や子供たちや孫たちも連れていらっしゃいと言って返すということで、えー、イスラエルヤコブとその家族70人のものは全員で、えー、エジプトに来るというこういう 出来事ですねそれから、えーまあ、17年経ちました神は最高の、まあ、彼はですねヨセフは、まあ、パローがヨセフを信頼しヨセフを珍重しヨセフのおかげで国が救われたヨセフの近隣諸国も救われたヨセフの我々は餓死しないで済んだ。 大惨事がエジプトに起こることだったということでヨセフに「彼らに最高の土地を与えなさい最高のもてなしを知らなさい」ヨセフは彼らに最高の五千の地を与え羊に飼う最高の土地を与えてそこで養ったわけです、ね、で17年間経ってそれから父ヤコブが死ぬわけですよね 父や子コブが死ぬと兄弟たちがやばいぜと。ヨセるはきっと我々に復讐するだろうと。恨みを果たすだろう。今までは彼が父を大切にし、父の心を悲しませたくないと思って我々に恨みを話さなかった我々が行った悪事を彼は。 黙って見過ごしてくれたけれども父が死んだ今我々は何されるかわからないと奴隷にされるかもしれない牢屋に叩き込まれいや殺されるかもしれない家族がズタズタに裂かれてしまうかもしれないどうしたらいいんだろうかと話し合ったそうだ使い起こそうとこうやって言わせよう、えー、父は確かにお前の兄たちはあなたに悪事を払ったけれども しかし父はこれを許してあげなさいと言っておられましたという、えー、そして私たちは喜んでヨセフのお出るになっても構わないから家族がズタズタに惹かれたりあるいは牢屋に入れられたり殺されたりすることのないように手を打とうということで死者を遣わしたわけですねそれが50章に書いてありますのでどうぞ50章を開いてください 五十升の十五節。ヨセフは兄弟たちが彼らの父が死んだのを見た時彼らはヨセフは我々を恨んで我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれないと言ったそこで彼らは言づけしてヨセフに言った。 あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼の罪を許してやりなさい。と、今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らのこの言葉を聞いて泣いたっていう。またヨセフはここで泣いてるわけです。 でどうしてヨセフは泣いたんでしょうね、えー、17年前に彼らが来た時ヨセフは彼の首をかき抱いて接吻して「自分を責めちゃいけないよ」と「悲しんじゃいけないよ」と「怒ってはいけないよ」「このことをしたのは神であってあなた方ではないんだから」と言ってそして接吻して。 で彼らが来た時に最良の土地を与え最高のもてなしをし今まで10年間自分の愛を彼に注いできたのに今や、えー、ヨセフが自分を自分たちに復讐するということを思い込んでいるのでそれを悲しかった。どうしてお兄ちゃんわからないの こんなに愛してるのにこんなによくしてるのにこんなによく扱ってるのにこんなに愛してるのにどうしてお兄さんたちは私の愛を分かってくれないのと言ってせっかくこんなに愛してるのにその愛が通じてないということで悲しかったんですね。時々クリスチャン出会いますはっきり言ってかなりのクリスチャンに出会いますね。 あたかも神様から愛されてないようなことを言うクリスチャンがいるあたかも自分は愛されてないとか神様は祈りを聞いてくれないとか神様は助けてくれないとか神様は私に力を与えてくれないこんなに神様でしても神様は私のことによくしてくれないんだみたいなこと。 こんなに良くされているにもかかわらず神様はこんなに愛してくれてこんなに罪を許してこんなに救い出して精霊を与えて精霊が私たちのうちにいて私たちの体の中に愛の油注ぎを与えてくださっているのに、えー、自分たちは愛されてないかのような。ですからキリストは。 お前のために命をすすげるなよ罪のない私がお前の罪を負ってお前の罪を許すために救うために十字架に買ったんで、これでも分かんないのこれでも分かんないの全然神の愛を感じない喜ばない感謝しない感動しない神から愛されていることは大したことじゃないそんなに重要なことではない 全く実感もしないんだいうもう一つはこの物語でいかにこの我々に罪悪感っていうのがこびりついているかですね。まあ健康のために、えー、まあ宿便を出すっていうのがいいらしい。 私たちの宿便っていうようなものが私たちのですね腸にこびりついてるらしいですね。トイレに行ったぐらいじゃ、あるいは下剤を飲んだぐらいじゃそんなものを出ていかなくて私たちのですね腸にこうくっついちゃってってなかなかそれを剥がせないらしいんです。 健康のために腸がきれいであることが大切だと今日の医者は言い始めましたそんなことはアメリカで私は何十年もまあ5 6 0年前によく聞いていましたけど今日本で盛んに腸が大切なんだということが言われ始めたそれでそれと同じように。 私たちの罪悪感というのは私たちの魂にこびついちゃってもう剥がしても剥が,剥がしてもなかなか牧師が精 <laughs> 産しているときにあなたの全ての罪は許されてますと宣言されても十字架の話聞いてあなたの全ての罪は許されてんですと言っても許された実感がないというか許されているように感じない許されているように感じないから愛されているように感じない。で 聖書は福音のことを「罪の許しの福音」って書いてある一番大切なことは私たちの全ての罪が許されるいや許されてるんだ神は罪を知らない方を罪として私たちの罪の代わりに罪としてそして私たちの罪を許すそして死者を送って私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します 神の和解を受け入れなさい受け入れるだけでいいんだ十字架によって許しを受け入れるだけでいいんだ何回聞いても何十年聞いてもなかなか罪の許しが剥がれないというだから本当の愛を実感しない本当の感動や感激や喜びがわからないというこれはイエース様にとってかなり悲しいことだと思う。 せっかくあなたのために十字架かかったのに、どうしていつまであなた方は罪悪感にかかられているんだ。キリストイエスはあなた方を自由にするために十字架にかかりました。だから二度と奴隷の首引につながってはいけません。あなた方はあなた方を再び恐れさせる奴隷の霊を受けたのではなくして神の子となる霊を受けた。神の子なんだからあなた方は恐れる必要がないという。 しかし心配なんです不安なんです怖いんです恐ろしいんですせっかくの今この今日この素晴らしい日恵みの日救いの時この素晴らしい時楽しめない喜べない幸福感を味わえない悲劇ですねですからヨセフは泣いたんですね は彼らの,この言葉をこの言葉を聞いて泣いた怒ったわけじゃない悲しかったこんなに愛してもまだわからないの彼の兄弟たちも来て彼の前にひれ伏した私たちはあなたの奴隷ですお前たちを奴隷にする気が全くないよお前たちを解放するために私はしてんだよお前たちを自由にするためにしたのに何を言ってんのお兄ちゃん ヨセフはは彼に言った恐れることはありませんどうして私が神の代わりでしょうかこれは私はあなたたちを裁かないよって言ってることだけじゃなくてあなたが私を奴隷として売ったけど私はあなたを裁く資格も権利もないんだよって言ってるんですよ。私は神じゃないから。だから皆さんが人を裁いてる時に あなたは自分を神としているんです。神は私たちに人を裁く権利を与えてない善悪を知る好みを食べたら必ず死ぬって,って裁いたら裁かれる裁くというその権利を我々は受けてないんですけれどしかし彼らはどうして善悪を知る好みを食べたんでしょうそれは神のようになろうとした神だけが裁くことができる。 私は神の代わりになれない私は人の罪なんか裁けないんだよお兄ちゃんってあなた方は私に悪を図ったそれは分かるよ確かに悪を図った神はそれを良きことのために計らいとなさいましたすべては生になりますってそのことですね神を愛する者すなわち身胸によって召された者ともに働いて神はすべてのことを益としてくださるんだ私には悪を図った 神はそれを良いこととのために計らっとした。めにっしそれでは今日のようにして多くの人々を生かしておく「今日今日ここにある」そして「今日のことは私は知っていました」17歳の時に私は今日のことを知っていましたそれで、えー、まあ実を言うと私は牧師をしていますけど私はこのことを16歳の時に知っていました「神が私の未来を教えた」 お前の未来はこうなんだよそれで私は今牧師をしている16歳の時に私は私の未来を知っている私の人生は未来から流れてきて16歳の時にそれを発見した例えば私が70歳の時に神様から啓示を受けましてそして軽井沢の正解で 私は七十五歳になったらパワーアップします私はより力強く奉仕をすることになると神は言われています五年半前に私はよくですね朝七の説教をして九時の説教をしてかなり疲れていやーあと1回この 町田の第二礼拝を一回説教したらそれからまあねお昼を食べたり少しお茶の休み時間ちょっとつらいなこの午後2回目の説教ちょっと疲れたなって感じたことはあったんだけど今は全くそんなことないですねですから先週の日曜4回のメッセージを中心にその前の日は、えー、狭山に行って、えー、私はお仕事をしましたその週の火曜日には長野県に行ってそれから 水曜日教えて木曜日をして教会回のメッセージをしてますそして今度そして先週の土曜日日曜日を迎えまして4回のメッセージをして月曜日と火曜日は、えー、牧師集会と言いましょうか牧師と新学生のために3つのセッションのリーダー を撮ったんですねそれから8時15分に学校で講義を2時間しまして慌てて新幹線のとに京都に行ってちょっと遅れ気味でしたが京都に行ってそして京都の純福音教会というところでメッセージをしたんですね。そのの夜は京都の リシャンの立ちたとえ周りをて少しの教えの時間を持ちましたけれど、えー、しかしその次の日は京都グループと朝のセッション午後のセッションがあってそして次の日、えー、今度は新幹線で名古屋に行って名古屋で金曜日の集会をして、えー、土曜日は特殊に行って昨日の夜帰ってしてここに立っているんですねでその上に、えー「めぐみの学校」を毎15分ほど配信して今度は「アドラーの解釈」を10分ほど配信してますよね 全然疲れないんですよ元気いっぱい、えー、神様はこのことをもう5年半前に私に示してくれた5年半前に私は知ってましたそしてそうなるもんだと私を信じて思い込んでやってきたわけですね水曜日にはイスラエルに来ました初めてガイドの仕事をしますね イイスラににおいてガイドと礼拝の担当者になります。帰って2週間経ってからシアトに行ってシアトルから帰って2週間経ってからその間全部動画をどん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 と作り続けなきゃいけないんです毎日毎日配信してるから。神様はこのことが起こることを5年半前に、えー、長野県の軽井沢で示し,してくれて私はそのことをみんなに公表したんですね。 そして今75歳としている今神がいるのは平野し一うと「お前の仕事は75歳で始まるんだよ今まではずっと準備期間だ本当の仕事は75歳からだ」と神が言われていますですから神は私に未来から,来からやってくる神の時間は未来から流れてくる神は未来を示してくれる そして示してくれた神様の未来に私は入り込んでいってるわけですよ。28年前に空の器を持ってきなさい、一つや二つでいけませんと言われて、そして空の器があちらこちらで、去年は京都に空の器を準備しましたよね。確かに時間は未来から流れてきてるな、私の感覚では。それで、アブラハムから、 始まった物語アブラハムがユダヤ人第一号そして長々とアブラハムの物語を読み長々とイサクの物語を読み長々とヤコブの物語を読み長々とヨセフの物語を読みこの物語の結論は何かっていうと許しがどどれほど大切かこのことのためにこの結論のためにずっと我々はこの物語を読んできたんですよ。どうしてでしょう それは十字架が2000年後にあるからです、ね、ですから神様の身思いは十字架があって十字架の融資あがないがあってそのことがあって未来から時間が流れてきてヨセフ物語がありヨセス物語のためにはヤコブ物語がありヤコブ物語のためにはイサク物語がありイサクの物語のためにアブラハムが物語があるもしかしたら時間は未来から 現代に流れれてこんでるかもしれないでも大切なことは今ですね。今です。今を無駄にすれば神の恵みを無駄にします。神が私たちに言ってることは受け入れなさい。神の恵みを受け入れなさい。 神の目精霊を受けなさい神の愛を受けなさい神の力を受けなさい神のパワー神のエネルギーを受けなさいそしてパウロは言いました「えー、今日私があるのは神の恵みによるのです」私は人の中で一番小さいものであって「人」と呼ばれるような値打ちのあるものではありませんしかし私は神の恵みを少しも 無駄にすることなくどの人たちよりも多く働いてきましたしかしそれは私ではなくして私のうちにある神の恵みなんです私がしてるんじゃない私のうちにある神の恵みしてんだだから愛する兄弟たちをかたくたって動かされず全力を尽くしてえー 神のめえお仕事をしなさいそれはあなた方のロークは無駄になることはないとあなた方はして無駄にはならないんだ <laughs> 我々は結果見て失敗した成功した動うまくいけなかった時間かかったお金かった疲れたなんとか言うけど無駄になることは一つもない私は神の恵みを無駄にしない私はどの人たちよりも働いてきたしかしそれは私ではない私のうちにある 神の恵みである恵みを無駄にしないようにお祈りします。